やほやほ。ちょっと近い近いんですけど。あ、じゃあ。今日のスクショはこれだけでお願いします。まあ冗談なんですけど、早く早く早く撮って、はい、二十歳になりました。逆なん、こっちちょっと左目が黒いで、でもこれしたらまあ見なして言わんとでよ。ね、二十歳になりました。こんばんは、住の若菜です。 NMB48 です。二十歳になりました。今年こそ目指せ160センチ。寝ます。今日はお母さんと出かけました。でももう疲れました。もう外には出ないと誓った日でした。ダメです、外は暑い、外は暑いよ。ごめん、充電ないわ。充電 20% で止まっちゃった。ごめん、充電ない、おもろ。 20% 10% になったら終わります。お、ミラーボールだ、すごい。あれ、若菜はどこを何見てるんや。ありがとうございます。ちょっと待って、追いつかへんわ。ちょっと待って、これどこ見たらいいんやっけ。ショールーム初心者でごめん、いつまで経ってもショールーム初心者。ほんまや、タワーありがとうございます。ちょっと待ってや、これどこ見んねやっけな。やばい、あーもうあかんわ、何しても追いつかへん。 PP さん、タワーありがとうございます。あった、書きますか。私が一言、あー嫌な音だった、ごめんごめん。びっくり、ありがとうございますね。本当にもういいですからね、それで美味しいもの取ってくださいね。お、あーもう申し訳ない。あらけんちょびさん、どうもありがとうございます。そうなんです、マイナンバー取りに行かなダメなんです。あのショールーム見てる方にも説明しますね。あの、私のことまだよく知らないよって方にも説明したいんですけど、私マイナンバーカード取りに行ってなくてね、今年の二十歳の最初の目標はマイナンバーカードを取りに行くことです。はい、あのその都度その都度言うてください。マイナンバー取りに行った言うて、マイナンバーをね取りに行くことが大人の第一歩と教えていただいたので、PP さん、タワーありがとうございます。じゃあ何書こうかな、文字書きます。じゃあウサギ書きますね。はい、取りに行ってない。そう、待たされることをもう知ってるんですよ。あの花からありがとうございます。ありがとう、知ってるんですよ、待たされることは。だから行きたくない、行きたくないっていうか、あのちょっと積極性がないんでね、私ちょっと緊張しちゃって行けない、人多いし絶対怖くて行けない。ちょっと順に名前を書かせていただきます。あらけんちょびさん、タワーありがとうございます。皆さんは取りに行きましたか。
じゃあ。あ、けんちびさん、タワーありがとうございます。これ何だと思いますか？当ててください。ほな。ありがとうございますね。何の話しよっか。やばい、鼻かゆい。おう。ん？ん？ん？すいません、あの自己申告制でお願いしてもよろしいでしょうか。タワーありがとうございます。ごめんなさい、追いつかない可能性が出てきました。やばい。隊長さん、タワーありがとうございます。マスオさん、みんなの白米さん、ミオンさん、タワーありがとうございます。書きますね。ちょっと待ってよ、こんなマシ。いつも気づけないんです。ごめんなさい。うん。私にはタイムリミットが、充電が 10% になったら爆発するのでお気をつけを。本当に大丈夫ですからね。あ、書かせていただきましたよ。皆さん、ほんま何してましたか今日。なんなら明日何するんですか。皆さんは海の日ですよね。海の日らしいですね、世間は。何します？わかった、ちょっと待って、わぁ、待って待って、ちょっと待ってね。ちょっと目が2つしかなくてさ、今日は目が2つしかなくてさ、今日もさ、ごめんよ。隊長さん、ありがとうございます。そしてマスオさん、タワーありがとうございます。うん、何の動物を描く？もう私動物詳しくなくて、クジャク描いとくか。マスオさん、真ん中に書きすぎた。タワーありがとうございます。クジャクです、渾身のクジャクです。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよみんな。行き急がないで、そんなに待って。ありがとうね、誕生日祝ってくれて嬉しいですわ。みんなの白米さん、ありがとうございます。昔は誕生日そんな好きじゃなかったんですよ。この話去年もしたな、デジャブ。同じ場所で同じ話をしてる気がする。早い、なんか早いです。前まで中学生とかやったのに、もう学校通ってないとか信じれませんよね。若かったのに今も若いです。そうです、みんなの白米さん、タワーありがとうございますね。なんか学生じゃないのが未だに信じられなくて、卒業した気分じゃないんです。うん、早いな、出来事が。気づいたら。みんなの白米さん、タワーありがとうございます。
今日美味しいのいっぱい食べた。嘘、タワー書いても、タワー書いても投げても書いてますよ、いつも。なんなら近重さんに紙持ってきてもらって書いてるぐらいには書いてますよ。ありがとうございます近重さん、いつも感謝伝えよう、こういう時にいつも感謝。私が体調悪い日とかにウィダインゼリーください、申し訳ないって言ったらいつも常備しててくださるの、それも感謝。はい、チカポヨマネージャーさん、ほんまに感謝。ミョンさん、ありがとうございます。気づいてない場合もあるのでぜひ自己申告制、挙手制で、挙手制でこの世は成り立っているので。もし書いとこ。ミヨンさん、タワーありがとうございます。10周年って書いてる、これちょっと目悪いから10周年に見える。10周年の 10? シュンタくん、タワーありがとうございます。書きます。紙をちぎる作業から始まります。皆さんもぜひチカポヨさんに感謝を伝えてください。いつも感謝。わあ、ほんまにありがとうございますね、皆さん。マジでありがとうね。なんか申し訳なくなりますね。ごめんね、なんかありがとうね。頑張りますね、なんかこんなにいっぱいお祝いしてくださるのありがた。よいしょ、しゅんたくん、ありがとうございました。わ、ごめん、タイムロスが生まれる、噛みちぎるからガチですいません。動物レパートリーがなくなってきた。もしよろしければ動物の指定もしてくださいもしよろしければ。カエル、しゅんたくん、タワーありがとうございます。カエルです、カエルも動物なので。あら、名前がニコちゃんの絵文字の方、名前が、名前指定などありますか。爪が黒く、知らんかったんや、ありがとうね。皆さんぜひ劇場公演に来てください、会いに来てほしいです。ぜひね、動物って何があるかな。やばい、思いつかん、もうレパートリーが尽きてきた。 OKOK、 いける、若菜なら。充電 10% しかないよ、ごめんごめん、変なとこで止まったあのニコちゃんマークの、アリさんマークの引っ越しセンターさんニコちゃんマークの方です。これはトラ、これはトラ、誰が何と言うと、ありがとうございます。ラグが発生してるんで、今どんな感じなんでしょうか。ちゃんと皆さんの文字書いたやつは全部写せてるんでしょうか、わからないんですけど、ちょっとまた言うてね、できてなかったら。ゆりこじちゃん、たまありがとうございます。噛みちぎりますそして山田真剣佑さんもタワーありがとうございます。 5% になったら終わりましょうかね充電に縛られる人生、それもまた一興だと思います皆
りこじちゃん。なんかみんな20歳あれやね、免許取ってるんやね。どういうこっちゃいな。ありがとう。今年の目標は目と眉毛の間を離すことです。優しく見えるでしょ、こっちの方が。これときつく見えちゃうから。え、あやみちゃんおるの？こんな姿後輩に見られてるの？きつー。眉毛下げとこ。親に充電器投げられました。充電しろってことだと思います。絶対配信見てましたね。配信は見るなってあれだけ言っているのに。そんなこともあります。ありがとうございます。お母さん、何か小動物。もう動物ないよ。嘘、あやみちゃん見てるの？ほんまに？コメントしてよ、若菜さんって。何しようかな。ちょっとじゃあ、熊っぽい何かを書いとくか。タワーありがとうございます。熊です。かわいい。いやー、本物ですか？かわいい、大チョキ、あやみちゃん。ガチかわいい。もうちょっと見んといて恥ずかしい。お母さんと一緒に見てください。あやみちゃんかわいいね。そして山田さん、タワーありがとうございます。書きます。山田さん、動物。あ、そっか、馬があるのか。なるほどね。あやみちゃんかわいい。あとでツイッターの返信するね。ごめんね、気づいててんけどできてなくてごめんね。あ、本人じゃなかったらただ私独り言になるんですけど、すんごい恥ずかしい。大丈夫？山田さん、タワーありがとうございます。これ馬なんでお納めください。充電しよう。一瞬ちょ、ごめん。ごめん。あー、ガサゴソガサゴソガサゴソ、ごめん、今手で塞いでます。ガサゴソガサゴソ、ごめんなさい。ごめんごめん。ほんまに本人？ガチ？あ、青。ほんま？ほんまか？ほんま？なんか本人か？ほんまか？ほんまなんか？ごめんな。ほんまやったらこんな疑って。好きやで。ということで、皆さん、タワーくださった皆さんありがとうございます。名前を書けたかと思います。あ、ちおちゃんさん、タワーありがとうございます。なんかでも後輩とか先輩もそうなんですけど、なかなか同期以外の LINE って追加できなくないですか？私できないんですよ、恥ずかしくて。なんか用もなんか、じゃあ例えばその報告とかがあって LINE 追加するのはまだわかるんですけど、なんか恥ずかしくてできなくて、なんか用もないのに LINE 追加して、なんか申し訳なくてできなくて。しおちゃんさん、ありがとうございます。目にゴミ入っちゃった、やばい。
本人かな、本人なんかな。そう、追加できないんですよ、恥ずかしい。ありがとね、かわいい。あやみちゃんはライブのリハの時ひつき虫してました。私にかわいい、ありがとうございました。は猫です、絵文字に猫があったので。足しびれてきた。以前のライブはもうほぼ持ってますけど、ほぼてか全員持ってるわ。持ってるっていう言い方あるんですけど、追加してます。それはたくさんチームも一緒だったのでね。そう、これ充電できてるのかな、わかんない。えっ、あやみちゃんかわいい、大好き。あーかわいい、わかなのことわかにゃんさんって言ってるのもかわいい、かわいい。明日東京に帰るんですね、気をつけて。東京は涼しいですか、いや暑いか、どうやろう。大阪の方が暑いのかな。ずっと見てくれてる、いい、あんまにあの無理して見なくていいからね。寝な、10時寝な、ちっちゃい子は寝なさい。うわ暑いね東京もね。いや暑いんよね、関東も関西もなんかどこら辺も一緒ぐらい暑い。じゃあ30分になったら終わろうかな。東名坂、東名坂って読むんですか、この東、東、東京、名古屋、大阪の略って。東名坂、東名阪かい。東名阪かいな、東名阪、東名阪のねツアーも発表されてすごい嬉しいですし、少年ライブもね今年も開催できて嬉しいんですし、東名阪のツアーに私は出演できたらいいなって思います。出演したいです。聞いたことない、トミヤか。スイカバー食べたいな、出たいです。ちょっと眉毛描いていい、ごめん。いやでも嬉しいですね本当に、どの出来事も全てが嬉しいですし、なんか今日、あそういえばそういえばっていうあれもあれなんですけど、昇格して1年なんですね、誕生日の日に昇格して、去年ね、しかもゼップ大阪ベイサイドでちょうど昇格して、昇格してね1年なんですけど、いろんな出来事があって嬉しいです。選抜メンバーとしての活動もそうですし、グラビアは去年ほんまにたくさん出させていただいて、今年もね出させていただいて、うんで、いろいろ副キャプテンにもね、そう就任させていただいて1年ちょっと経ち、ほんまに濃かったです。楽しかったね。今年も皆さんにいい報告ができるように頑張っていきますので、見守ってくださっていれば、みんな見守ってくださっていればすごく嬉しいです。親指、嬉しいですね。
ほんまにね、ほんまに。でも周りの方のおかげです。それはファンの皆さんもそうですし、先輩方とかね、同期とか、お前支えてくださってる大人の方とか、皆さん感謝。なので、今年の目標は変わらず人に優しくでいきたいと思います。皆さんもぜひ人には優しく。ほな、あ、ランキング見しないとね。今日虹の日ってニュースでやってました。マカノも見て知りました。じゃあランキング買ったらランキング見ます。途中で変わっちゃうとあれなので、ランキング買ったら読みますので言ってください。ね、私もミルさんをこっそり見てます。めっちゃ可愛い。ほんまに黒髪似合います。可愛い、ミルさん。こっそりいいねして。可愛いなって。こんな。無理に厳しくする必要はないんですけどね。私はこの怖く言われるより優しく、ちゃんと理由もつけて怒られたり注意される方が伝わる人なので、私もその方法が好きです。きつく言うんじゃなくて、優しくちゃんと理由も言ってくれないと、私ほんまに理解不足で意味わからないってことがよくあるので、私の理解がね。お、オーダーケーキ、すごい、ありがとうございます。今時の子ってそんな時代じゃないですよ。そんな誰しもがそうですよ。あんまりきつく言うのはね、私が苦手なので。シャツ見えちゃって、紙片付けます。あ、散らかしすぎました。よいしょ。こんなこんなありまして、ハイキングビーひばひょかげでしょ。ランキング変わりました。まだか。もう眠たくなってきてしまいました。サクぶつかったん？大丈夫ですか？やば。大丈夫です。お、変わった。じゃあ13位スエキッチさん、ありがとうございます。12位のりちゃんさん、ありがとうございます。11位山田さん、ありがとうございます。11位よちゃんさん、ありがとうございます。9位にこちゃんマークの方、ありがとうございます。8位しゅんたくん、ありがとうございます。7位みょんさん、ありがとうございます。6位みんなの白米さん、ありがとうございます。5位マスオさん、ありがとうございます。4位あらけんちょびさん、ありがとうございます。3位ゆりこじちゃん、ありがとうございます。2位隊長さん、ありがとうございます。1位ピピーさんです、ありがとうございます。
さあ、すべて読めましたかね。じゃあね、バイバイ。